阪文化服装学院のスーパーデザイナー学科を卒業した早田香音と申します。卒業後にホリモーダに入学して、帰国後にブランド活動を続けています。プルスウルトラっていうのがブランドのコンセプトになってて、それはラテン語でリスクを持ってさらに前進っていう意味で、いろんなリスクを背負ってなんか新しいことに挑戦していきたいなっていう。アジアファッションコレクションは一次審査がポートフォリオ審査で、全国の学生がそこで出して、20人ぐらいが、まず選ばれて、そこからとある審査、二次審査があって、そこでまた10人くらいに絞られて、そこから最終の東京でのランウェイ審査、それで3名のグランプリが選ばれる。その3名がニューヨークでファッションショーを出してるっていうコンテストです。テーマはリバティパンク。現代の若者たちはなんかいろんなものに、いろんなしがらみにすごい縛られてる感じがするので、それを解き放って自由に生きようっていうコレクションです。ロンドンでグラデーションファッションウィークっていう、世界中の学校から優秀な生徒が集まるっていう、そのファッションショーがあるんですけど、僕もその大阪文化の代表として参加しました。交換留学生制度は毎年、大阪文化の志願者の中から一人、選ばれて、学費が免除でイタリアのポリモーダに1年デザインを学びに行けるっていうシステムです。ポリモーダは生徒が世界中から来てる人が多くて、すごい設備が整ってて、特にレザーとか、そのカバン作るとか靴作るとかの設備がすごい整ってて、先生の数がすごく多くて、しかもその先生たちが全員その現役、ほとんど全員現役で仕事、他の仕事をしてる人たちなんですけど、だからその現役でやってる人たちからいろんなアドバイスをいただいて、そこからその自分のいいなと思うところをいいとこ取りできるスタイルなので、すごいいいなと思いました。その Vogue Italia に選ばれた理由は、ポリモーダで学生たちに Vogue から募集があるから、そのアートワークを出してって言われて、それ出したんですけど、ポリモーダから2名選ばれて、イタリア全体で10名ぐらいです。レディーメイドっていうのが既製品って意味で、グラッツィエがまあありがとうみたいな、こういうレシートから文字を見つけてアートワークにしてます。そのテーマが Q って言って、その2つの意味があって、クエスチョンとクエスト、疑問と冒険。その今まで社会に流されたりしてた若者が徐々に疑問を持ち出して、それで本当の自分とは何なのかっていうのを探す旅に出るっていうコレクション。だからその僕が日本からイタリアに行って、どう自分を見たかみたいな、どう自分が思ったかみたいなのもその加味して、そういうコンセプトがなってます。それでコレクションの構成とかも全部、旅に行くとこから始まって、旅から帰ってきたっていうので、その一個のショーで伝えるように作りました。オルゼンバーグの元にしてるアート、ここからこれをそのパソコンとかでこんな感じでボディに当てはめていって、そこからスケッチとかしてどんどんディテールを盛り込んでいったりしてますね。若い人たちでコミュニティとか作ったりして、なんかいろいろ面白いことをやりたいなとは思ってます。結果的にみんな楽しくなればいいなと思ってます。みんな平和に、みんながその苦しい思いをしないようになればいいなと思ってます。